皆さんこんにちは、TOTO ベトナムマーケティング部の笹谷です。このビデオを見ていただきありがとうございます。今日は TOTO の大便器の最新モデル CS838DW7 をご紹介します。ご覧の通り CS838 はシームレスなデザインの2ピーストイレで、隙間を最小限に抑えて掃除がしやすくしてあります。さらに838のデザインは他のトイレよりも特徴的で、特にタンクの形状は直線と曲線によってどんなバスルームにも適したミニマルでコンパクトなデザインです。洗浄に関してはトルネード洗浄の技術を採用しています。トルネード洗浄の特徴は騒音が少なく、縁のないボール形状は便器を素早く強力に洗浄することができます。 CS838 は2016年にグリーングッドデザイン賞を受賞した節水技術を採用しており、小洗浄3リットル、大洗浄 4.5 リットルと使用する水を最小限に抑えています。環境にも優しいトイレです。次にトイレの表面についてお話しします。通常の陶器は見た目は滑らかに見えますが、実は菌などの汚れが入り込む隙間があります。では通常の陶器と TOTO の陶器の違いとは何だと思いますか？ TOTO の陶器は独自技術であるセフィオンテクトという釉薬で、ツヤだけでなく防護効果も出しています。セフィオンテクトは陶器表面にガラス層を焼き付けているため、とても高い耐久性を持っています。これが TOTO トイレのメリットです。 TOTO ブランドのセフィオンテクトは永続的な美しさと清潔性をもたらしてくれるのです。そして CS838DW7 の一番の特徴は便座にあります。これは普通の便座ではなく、ウォシュレットと呼ばれるスマートな便座です。皆さんも日本に行ったことがある方であれば、トイレに欠かせないウォシュレットをご存知の方もいると思います。ここでウォシュレットの技術を紹介します。快適、清潔、便利がウォシュレットのメリットです。ウォシュレットは細菌などの蔓延を最小限に抑える衛生的な機能を備えており、手を使った掃除も最小限に抑えることができます。さらに便座は瞬時に温まるため、寒くて乾燥した天候や早朝でも快適です。ウォシュレットを使うとき、複数の洗浄モードを試してください。お尻洗浄、ビデ洗浄などの洗浄では温かいお湯だけでなくムーブ機能もありますので、ぜひお試しください。妊娠中や生理中の女性、または消化器系の疾患がある方にもウォシュレットの洗浄はおすすめです。使用前のプレミスト、使用前後の自動洗浄ノズルなどの機能により、常にトイレの清潔性を保証します。これらのすべての機能により、トイレエリアを常に清潔に保つことができるのです。さらにウォシュレットには乾燥機能もついているので、トイレットペーパーの使用も最小限に抑えることができます。これらのすべての機能はこのリモコンで操作することができます。エレガントでモダンなデザイン、そして高品質で耐久性のある製品をお探しの場合は、ウォシュレット付きの CS838DW7 をおすすめいたします。ご覧いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いいたしましょう。